こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はバースデーパーティーですという話です。バースデーパーティーがありますのでね、ちょっといろいろ買い物をして、今ですね、買い物をするために、いつもおなじみのですねコストコに来ております。今日はコストコでですね、ちょっとねお肉を買おうと思いまして、いいお肉があったらねそれを買おうかなということで、こちらの方に来ておりますが、なんとなくねいつもよりは空いてるかななんてちょっと思います。ちょっと理由はねよくわからないんです。非常にねいい天気でしてね、最近ちょっとね雨が降ったりしてたんですけれども、このところいい天気が続いています。ちょっとねバースデーパーティーとは関係ないんですがね、お粉がね急に高くなってたなっていうのがあったんでちょっと写真写してみました。それからね前にもお伝えした通り、やっぱりちょっとねあの品揃えがねちょっとあれだ少ないのかなっていうのがちょっと心配ではありますね。そしてね今ねここは老人タイムに来ているんですけどね、なんとなく人が少ないなという、そんな感じのね、コストコでした。でコストコでね、A5 ランクの、牛肉が買えればなと思うんですけど、残念ながらなかったのでね、今日はねベイビーバックリム、豚ですよね、そのね、お肉を買いました。こういう時でないとそれ作れませんのですね、料理がね非常に多いもんですから、そんなわけでね、今日はねこちらで、買い物して、いつもであればこの後いろいろ別のね日系のスーパーに向かうんですが、今日はね、やはり実際パーティーは明日ですのでね、明日の朝ね日系スーパーの方は行こうということでね、今日はここまでということになっています。非常にいい天気なんですよね。本当こういういい天気になるとねちょっとどこかに行きたいなということで、またねどこか行く、計画をね少しね、練っている最中というそんな感じでありますけれどもね、なかなかね今冬ですのでね、暖かいところ行きたいんですけどね、例えばサンディエゴのキャンプ場とか本当は行きたいんですが、そこ温泉入れるんですけど、温泉がねインドは室内ということでね、今COVID-19の制限で、クローズされちゃってます。なもんでね、本来だったら今ぐらいの時期にそのキャンプ場、アグアカリエンテというキャンプ場なんですがね、そっち行くのがね今ねできなくて非常にね残念だなというふうに思っている、そんなね今COVID-19 の、状況でありますね。早くね終わってほしいですよね。いろんなね施設が、元に戻っていただきたいと、そういうふうに思っているんですけど、なかなかね、COVID-19 もしぶといということなんでね難しいですね。そういうことでね、今日はとりあえずコストコに行って、家に戻ってですね、先ほど購入しました、ベイビーバックリブのねちょっと下ごしらえをしようかと思っております。ベイビーバックリブなんですが、これパック1パックですね、1.5 等分入ってるんですよ。とんでもない量が入ってましたね。我々老夫婦だけじゃ絶対食べられないので、こういうパーティーの時にはいいかなということでね、とりあえずちょっと余計な油と少し切り分けてですね、まずは下茹でをします。下茹でをするとねすごい油出るんですよ。でねそのね、スープをね使ってね、とりあえずねカレーを作っておきました。何かあった時にすぐ食べられるように、そしてねこれがね一回下茹でした、スペアリブになりますね、これをね次の日に、オーブンで焼くということになります。
こちらはですね、パーティーといえばやっぱりケーキですよね。ですからね、ケーキをいつも買っているこのボンジュールというねお店に今買いに来ています。こちらはね、我々が住んでいる隣町になりますね。そちらにね、もう全く日本と同じ、ケーキ屋さんがあります。でやっぱりね、アメリカで売ってるケーキって本当食べられた品物じゃないんですよ。もう甘くてどうしようもない。しかもですね、日本人だったらケーキといえば、生クリームだと思うんですよね。バタークリームでめちゃくちゃ甘いというね、もうとてもね食べられた品物じゃないんで、やっぱりね我々日本人はこういったね、日本の、洋菓子店やっぱり買い物行きますね。私ももうここ19年目ですけどね、ずっとここにね、なんかあるたびに買い物に行っておりました。ホームページの方はね、結構なんかレトロな感じのホームページでありますがね、全く日本と同じね、ケーキがいっぱいちゃんと揃ってますのでね、ここで買うんですが、唯一ちょっとね、日本と違うところといえばやっぱりちょっと高いかなっていう、それは仕方がないことかなと思います。そんなわけでね、そうですね、日本のその洋菓子店っていうのは、他にもあと3軒ぐらいあるんですけどね、ここが来る18年前、19年前ぐらいからね、潰れたお店ってないですよね。もう非常にね、安定の職業なのかななんて思いますけどね。ちょっとお店の方ね、写真をね撮らさせていただいたんですが、こんな風にね、朝オープンと同時に行きましたがね、まだ品揃えはたくさんあります。さてね、それでね、当日いろいろ作ってみました。先ほどの、ベイビーバックルームのスペアリブとかね、それからチラシ寿司、それからココナッツプリンとかね、こちらはね、これはカップヌードルのね、ちょっとおつまみみたいのをね、ちょっと創作で作ってみました。こんなのでね、パーティーしようということで、あとはね、パーティー来てくれた子供たちがね、いろんなもの持ってきてくれました。そんなこんなのね、バースデーパーティーでありました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。